はい、あれです。お疲れです。はい。いやー、ポチっちゃいましたね。はい。863です。はい。ニッコル Z800mmF6.3 の S ラインですね。はい。を、まあ今日の10時に、まあ予約開始ということで、まあ予約、まあ開始と同時に、まあちょっと、まあ予約しまして、はい、無事、まあ予約完了ということでですね。まあ物がね、正直ちょっといつ来るかっていうのはわからないですけど、発売中4月の22ってなってるんですけど、まあ実際4月22に来るかどうかっていうのがちょっとまあ、記載がね、ちょっと微妙やったんで、発売日以降ってなってたんで、そこの記載がちょっと微妙なんですけど、一応まあ、注文は入れたっていう形で、はい。まあ今回ちょっとご報告動画ということでですね。はい、今撮ってます。なんで、863を、まあ購入するにあたって、いろんなやっぱ僕なりに考えがあって、まあ最終そういう結果に、まあなってるんで、当然ね、やっぱ D500 の後継っていうのはもうずっと待ってるんで、まあそういう思いももちろんはあるんですけど、まあ、ちょっとよく考えて、いろいろな、こう、構想があって、まあ、そういう結果に今回なったんで、まあ、奥さんにも一応許可取って、まあ、その、なんていうんですかね、中身の、まあ、詳細については、ちょっとまた別でね、まあ、動画にするなり、まあ、ライブにするなり、ちょっとまだそこは決まってないんですけど、まあ、ライブか動画か、まあ、どっちかで、ちょっとまあ、863をなぜ、まあ、購入するに至ったかっていう動画を、ちょっとまあ改めて、まあその辺は、まあ後日、まあいつになるかわからないですけど、まあ発売日までまだちょっと時間あるんで、はい、それはちょっとまた出していこうかなと、思ってます。なんで、ちょっと今日はね、まあ特にそのレンズについてどうのこうの語るっていうことでもないんで、ほんまのね、ちょっと報告動画に、まあなってまうんですけど、はい、まあ確かね、多分ね、今日、リアルタイムに上げれたらいいんですけど、多分ね、6時に1本動画が上がるんで、ひょっとしたら今日ダブって2本上がっちゃうかもわからないんですけど、とりあえずまあ報告動画ということで、はい。短めの動画で、はい。今日は、まあ終わりにしようかなと。はい。なんで、また後日、まあちょっとどっかで詳細の動画は、まあ作って出すようにはするんで、ライブの方がいいかな。はい。まあちょっと考えます。はい。っていう感じで、まあそんな簡単の、まあ報告動画でした。はい。それでは、今日は終わりたいと思います。はい。お疲れ様でした。いやー、楽しみやな。